なんかその私的には今回の劇場は、うん、そのだいぶ普通のライブって思った印象でさ、いやそれ本当そうだと思う。はい、推し授業、今日のゲストは初出演のリコリさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあですね、早速なんですけど、今日のテーマ教えてください。はい、エオルワンマンライブ劇場アラートです。イエーイ。ということでですね、はい、本日はシンガーソングライターレオルさん、もうこのチャンネルでめっちゃ扱ってますが、2年ぶりのワンマンライブ劇場アラートについて、実際に参戦したこの、私たち2人のね感想を交えながら、まあ、布教ついでにお話ししていきたいと思います。お願いします。お願いします。ま最初になんですけど、今回6公演ありまして、私は初日の名古屋公演だけ行けました。やっと行けました。で、リコリは？私は大阪と、はい、福岡に来ました。はい、だから私が1日目に行って、でリコリがその 2,3 公演目に行けたってことですね。うん、はいはいはい。まあ、というわけで、まあ、レオルのライブにね今回行けたよっていう人は、まあ、あの日のことをね思い返しながら聞いていただいたり、まあ、いろんな事情で今回行けなかったよっていう人も、まあ、どんな雰囲気だったのかっていうのを、まあ、当事者2人の目線ではありますが、ちょっとでも楽しんで味わっていただけたりすると幸いでございます。でですね、この動画を見ていただくにあたって初注意なんですけど、今収録日が2022年5月14日で、昨日ライブの千秋楽をね迎えたばっかりでございます。でさらにその新曲セキララが昨日ですね発表されたというか告知があって、トレーサーが出たばっかりで、私たちもまだフルを聞いてない状態で、ライブで聞いたきりっていう状態なので、かなり新曲についてはもうあやふやなままで喋ると思うんですけど、まあ、その辺はそういう状態だからだねっていうことで、ご了承ください。であと、まあ喋る内容すべて、まあちょっと私たちこれからヒートアップしていくと思うんですけどそう、まあ、全て一回のファンによる個人的な意見、感想、まあ、妄想などね、まあ、それでもいいよっていう方だけこのままご視聴お願いします。私もちょっとお願いしたいのが、はい、本当にこの時間だけでいいから、もうマジ私と友達になってください。だからもうそうだよねみたいな、まあわかるみたいな脳死したテンションで聞いてほしいですたまたま居合わせたレオル大好きな人たちっていう感じでね、そういうテンションでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんかその私的には今回の劇場は、うん、そのだいぶ普通のライブって思った印象でさ、いやそれ本当そうだと思う。そうだね、今までライブハウスのその箱っていう感じの箱でやってたライブが、お客さんの肩と肩が触れ合うようなその接触がなくなっただけみたいな、プラスまあ声がちょっと出せないけどみたいな感じだったから、ノリとしては本当に普通のスタンディングのライブっていう感じなんだよね。いや本当にそうだけんさ、なんか私その大阪が私にとっての初日だったんだけど、そうだね、大阪の時さ、もう大阪の時っていうかこの瀬取り的にもさ、うん、もう初めはもう本当に上げ曲ばっかりやんかそうだね、やけん私やべって思ったもん、私ワンちゃん今声出たかもしらんってマジ思った確かにっていうくらい声は出せないけど、それ以外の全身を使ってマジ楽しめるライブだった、うん、もうそれが本当に嬉しい。もうさっきも言ったけど、もうそれがもう嬉しいし、レオルちゃん自身もめちゃめちゃもう暴れてらっしゃって暴れてらっしゃった、あーもういいねこの感じってなった。そうだね、コロナ用のライブじゃなかったのが私も良かったなって思う。まあ、というわけでその前半のねセットリストがかなり熱いっていうかね、なんだっけ、13曲目までさもう MC なかったんだよね、確か。前半っていうのは前半第おかしいよねどこで区切るん、この幕までやっぱ切れるでいいのかな。そうね、1から8曲目までをちょっと仮に前半とするとして、で第6巻9曲目から13曲目までが、中盤で、MC 挟んで劇迫までアンコールまでが、まあ、終盤みたいなノリでいくとしましょうか、はいはいはい。まあ、一発目からまず新曲で来たんだけど、いや難しかった初めなんかさ一応さ全部さその曲が
追ってるからさ、うんうんうん、自分この曲知らんはずないみたいな感じで聞くけど、そうそう、どう考えても知らんくて、うんうん、あみたいな、あ新曲かみたいな感じになって、うんうん、マジねどこを見ればいいのかわからなかった。なんか曲も聞きたいし、うんうんうん、そのまず歌詞とかも知らんから映像も見たいし本人も見たいしみたいな、え待ってタリンタリンってなった確かにどこ見ていいのか、 なんか何を選べばいいのかわかんないよね。そう乗り方もこれどんな感じや、でもめっちゃ初っ端の曲やけんがめっちゃ上がってんなみたいな、うん、だけ、うん、とりあえず手上げとこみたいな、わからんわからんってなって、分からん、でももう後半はもう諦めて、うん、もう衣装を見てたあーなるほどなるほどなるほど、そうね、もうなんか可愛すぎん、あの猫耳のツヤツヤのヘルメット、うん、ヘルメットなのかなあれ、何なのか分かんないんだけどもう分からんけど、もうとりあえずあ猫可愛いツヤツヤって思いながらツヤツヤって言った。もう私もリコリと同じで、その知らない曲が来たから、うん、もう明らかに新曲だってのは分かったけど、うんうん、その相変わらずやっぱりあの人の曲はさ、もう何言ってるか分からんね、うん、うん、難しい難しいもう日本語ラップとかさ、そういうノリは分かるんだけど、うん、もう英語に聞こえるのよ、分かんなすぎて、うん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 、外国語みたいな。でその映像がかろうじてさ、一応まあ、 あのボカロのなんだろう歌詞の表示みたいに結構歌詞がね出てたんだけど、うんうん、それを見ても本当みたいないや分かる、なんかさ、だしさアップチューンだからさ、よりあの歌詞を見ながらじゃないと多分脳が理解しないっていうか、そうそうそう、一言一句、うんうんうん、そうなんだよ、ね、そうだからもうあって思っても諦めに入った、諦めっていうかもう今のあれでは私の身体能力を追いつかないから一個に絞ろうってなってあいや分かる分かる、そうなるんだよね。いや、うん、でもでその昨日ね、私たちの、今収録時点からすると昨日、積み木Pとの、まあ、コラボというか共作ですね、で、やるよっていう、えボカロとかであのフォニーとかを作ってらっしゃる、うん、プロデューサーさんなんですがね、もうこれが出てる頃には我々はもうメロディーが分かるぐらい多分聞き込んでると思うんですけどはい、まあ、え新曲をさライブでやるっていうのも多分初だよね。うん、初めてだと思う。あ、だから多分、ね、かもそれが初っ端に来るなんて、そういや熱いなと思った。熱いね本当あのみんなの頭の上にハテナを作らせる天才だからね本当に。そう、え、何本当にそうなんか幾度となく慣れてるはずだったんだけど全然慣れない。そうだねそうだね、いやまあそんな感じでしたよ。まあちょっとね、うん、新曲のあれです話はもう我々はこれ以上できませんので、もうできない、もう終わったご勘弁ください、もう大変申し訳ない。はいはい、まあそんなでね、そのびっくりするオープニングで1曲目が終わったんですが、だから、はい、ちょっと待ってよ、あリコリは2曲目がその公演別でちょっと違う2曲目を聴けたから、うん、オーエドランブを聴けたんだね。はい、あいいじゃないですか。うん、いいね、どっちともいいねそう、私は名古屋だったんで、名古屋と仙台のセトリが2曲目はヨヨイココンでした。なんかそうヨヨイはねあれだったよ、やっぱタオルを振り回してみた私はうんうんうん、うん、振り回していいのか分かんなかったんだけど、だから、うん、何ですかそんな、タオルの半分ぐらいを振り回したわいや難しいよね、だってさタオルさ長いじゃん、長いだから私も折りたたむ、あそうそうそう、回すとしたらそう半分ぐらいに畳んでペシャンペシャンってさ、そうそうそう、えどうだろう、前半の瀬取りであれリコリ的には何がハマりました？でもやっぱタイ嬉しい。あーそうね、そう、まあ、全体的に前半は全部アゲだけど、うんうん、もうタイこそじゃない、うん、爆発だね、うん、確かにもうそれがもう組まれてるな、あもうさすがヤンケーって思って大好きやってなったそうタイは結構ライブ行ったことある方は分かると思うんだけど、もうすごいライブ映えする曲というかね、うん、ジャンプするんですけど、うん、あのタイ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 っていうところとかで、うん、もう分かんなくても行けるしね、そうだね、ノリで、そうだからあれこそ何も考えなくて脳死でさ、うん、聞ける、いや本当
もう歌ってないもん。最も暴れるとこ歌ってないもん。そう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 。そうなんだよね。で、私だからさ、まあ、多分皆さんも思ったと思うんだけど、タイの後のノータイトルってと思って。マジ？と思って。ノータイトルはね、割とアンコールに持ってきがちな曲として多分皆さん認識されてるんじゃないかと思うんだけど、うんうんうん、こんな序盤で、しかもさ、その後十中八九だからね。うん、どんな挟み方と思って結構びっくりしたけど、いやもうノータイトルはもうえぐいでしょ。えぐいよ、もういろんなこと思い出さない。そう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 、なんかね、濃すぎてちょっとはーってなったね。し、うん、なんかやっぱ久々にさ、そのこう頭の上でさ、このサビのところでその手を振る振りをレオルと一緒にこう対面した状態でその振りが一緒にできたっていう、なんかコロナでいろいろできなかったのを超えてやっとなんかライブできてるんだなっていうのが感じられて、すごい結構なんか感慨深かったなっていうのはあるな。そうね、だしなんか私的にはこんな序盤に来るから、うん、なんだろう、ノータイトルって結構やっぱ終盤に来るから、うん、これを聞いたらもうこの時間が終わっちゃうっていう認識なのね。わかるわかるわかる。でもまだあるやんみたいなこの終わりの定番曲みたいなのがこのタイミングで来るから、うん、まだまだあると思って、なんかそういう曲の使い方っていうか、あ、いやちょっと嬉しかった。まだ終わんないやと思って。そうなんじゃない？そのレオル側の、このセトリのノータイトルの入れ方ってそうなんじゃない？めっちゃ序盤にさ、そのノータイトル入れて、もうこの終わり曲、終わり曲じゃないけど、終わりそうなあのイメージのある曲だけど、いやいやまだ序盤だからな、うん、お前らみたいな、うんうんうん、あっていう意味でこうまた上げ、こう一段ねぶち上がるみたいなきっかけになる曲だったのかな。うんうんうん、あーなるほどね、面白いな。あと5番さ、私これなんて曲名の読み方が分からんじゃけど、あ、ND60 です。ND60。そう、これの振り付けが可愛くて好き。もう私さ、マジでさ、今回さ、リコリと喋る収録するっていうのは、うん、もう実はこのライブ前にね、お話もらってて、だから比較的目に焼き付けようと思ってライブに臨んだはずだったのよ私は。うんうん、やばいぐらい記憶飛んでてさもうね、振りとかがさ、いやいや振りをして、あの、うん、してたとか、もちろんレオルのことは私の、目は捉えてる、見えてはいるんだけど、うんうんうん、何の曲で何をやってたかっていうのがさ、うん、マジでさ飛んでんのよね。でなんかもう、いや、なるよね。いや、なる。なっちゃうよ。だからね、私も、うん、あの、2箇所行ったから、あ、そっか。そういえばそうやったみたいなのが、ちょっとつくだけであって、はいはい。もう、あの、1個だけやったら、あ、楽しかった、あ、もう好きって終わってしまう。なんか自分の記憶が。もう本当に悔しいぐらいね。いや、ほんま今それなんよ、だから。そう、そう。だけんこそ、このチャコピとの話し合いが、うん、話し合いっていうか、この、今の時間がマジで重要で、やっぱ自分以外の人の意見を聞くことによって、そうだったよねって記憶の再定着ができる。なるほど、そんな勉強みたいな。本当にありがたいの。でも衣装替えが終わりまして、次が、うん、第6巻です。第6巻いい。てかあのさ、もうこんなこと言ったら、なんかお前どの立場なんだって言われると思うんだけど、その、うん、その声を恐れずに言いますが、あのさ、うん、どうぞ。めちゃくちゃ歌唱力上がってない、あの人だから。いや上がってるよ、やばいよね。えぐい、マジえぐい。あ、全然私は子さんでも何でもないんだけど、うんうん、にしてもよ、私が参加した古いライブの時から比べても、うん、なんていうの、安定感というか、その、うん、ピッチがさ、例えばぶら下がりがちだったり、うんうん、まあ、その第6巻なんかさ、もう音程の上げ下げがバカみたいに激しいわけよ。うんうんなんだけど、全然なんていうの、こう危なっかしさもなく、うん、ひたすら感心してた。いや、マジわかるわそれ、ほんと。そう、なんだろう、あのサビの前のさ、あのあーって上がってくとこあるじゃんか。うんうん、あんなとこさ、もうちょっとでも音外したら絶対バレるんだけど、うんうんうん、なんかもう綺麗に、なんていうの、
音に乗っててというかハマってて、うん、気持ちいいサビに入ってくれてカーって上がったね。うん、本当脳汁がドバドバでした。そうね、レオちゃんの曲は本当にピッチが高くてガチ無人だけど、うん、でも本当よく歌えるなって毎回思ってるけど、なんかもう全然本当言える立場でも何でもないんだけど、うんうんうん、マジスキルが本当に上がったよね。なんかあの歌唱力とかいう、まあ、そういう話じゃないのかもしれないけど、その要は本番にその、うん、なんていうの、本人の持ってるあれを出す力みたいなのも含めた歌唱力みたいな、うん、その万全な状態に持ってってそれを発揮するっていう、まあ、本番強さみたいなところもあると思うんだけど、うん、なんかそういうのも含めたこう安定感があってかっこよかったなっていうのはあるね。うん、うん、リコリ、あのなんかアップチューンの時ってさ、うん、なんていうの、どういう状態で聴いてる人？私ヘドバンとかしちゃうのよ。ああ、私はもう手ずっと上げてる。あ、手上げてずっとそれでフリフリするタイプ。うん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 。なんかもうそれこそライブってもう私と演者だと思ってんの。もうどんだけ周りに人がいようと、うんうん、だから私全然誰も手挙げてなくても、もう自分が挙げたいから挙げちゃう人。あ、わかる。やるやる。私もそれやるし、うん、なんかさ、自分のタイミングでさ、あの、うん、手振り出したり、うん、あの、手を静止させてさ、わーってこう相手側にこう伸ばしていくみたいなさ、うん、なんかいろんな手の付け方があるじゃん。うんうんうん。を勝手にやる。わかる。マジそう。だから全部自己流。あ、そう。それはちゃんとあの、配慮とかね。するけど、でももうなんか、あ、ここは私は手叩かんなって思ったらもうずっと手上げてやってたりとか、わかる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 、なんかこれはもう何も体を動かさず私はじっと見たいって思ったら、うん、もうじっと棒立ちっていうか、もうなんか、うん、でも手はなんか手の置き場がなくなっちゃうから、うん、私なんかずっとお祈り状態で手を組んでずっと見てる。今そうかなって思ったらそうだった。っていう感じでございます。わかるわ。その時の自分が思ったことを思い思いにやってるタイプです。いや、そういうタイプ結構いると思うよ。うん、いると思う。そうなんだよね。もうさ、周りがある意味見えなくなるんだよね。その周りの人が何やってるかはどうでもよくて。うん、いや、ほんと。うん、そうなんです。楽しいよね。うん、楽しい。なんかだからその手のやり場とかさ、 その、まあ、それこそ新曲とかはもちろん、うん、あのわけわかんないんだけど、なんか、うん、勝手にやりたくなると思うんだよね。手を今は上げたいなとかさ、うん、その手を叩きたいとかさ、あのお祈りしたいとかさ、うん、だからそうすればいいよね、普段困ってる人はライブで、うんうんうん、そう、なんか多分初めは分からんと思うよね、うん、なんかどのタイミングで、別になんかこう大まかな決まりがあるわけではないけど、うん、あ、みんな手挙げたとか、ここ拍手するんだとか、拍手っていうかラップしたりとか、うん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 、分かると思うけど、全然なんか初めはなんか周り見たらいいけど、多分教えてくれるし、レオルちゃんは。あ、そうだね、うん、そうだから比較的分かりやすいんじゃないかなって、君の乗りたい感じでやったらそれが正解だよって思う。そうなんかそれでえとかならないからね、別になんないなんない。みんな好きかって多分やってると思うからさ。そう、見てない。そう、見てない。そう、周り見てない。その通り、もうマジ自分と演者だから、うん、もう1対1だから。そうなんです、もう台湾よこれ。台湾。あー、確かに。第6巻の後に Q ですね。その次がフォーマルフォーノットファウンドで、その次ミュータントっていう感じなんですけど、うん、なんかここが、まあ、しっとりゾーンかな、うんうんうん、フォーマルフォーがやっぱ嬉しかったです。いや、もう大好きよ。いや、これはさ、はい、あのうちら大好きな曲やんこれ。うんうん、そうそうそうなんです。あのっていうのも、うん、こんだけね強い女な、うん、はい、レオちゃんが、はい、自分の弱い部分を、そう、しかもちょっと感情的に歌ってるっていうのは初めてな気がして、なんかほんとキモートなんだけど、あの、いいよ。いつも強い女でいらっしゃるあなたが、うん、ファンの私たちに見せてくれるんですかっていう感じ。うこじらせた愛なんですけど。
もうそれもあってなんか本当にすごく大事な大切な曲なんだけど、うん、ライブになるとまたよりね感情を乗せてもう歌うっていうかこっちに話しかけてるっていうかみたいな感じの表現をするからフォーマル4のあれを聞くとあライブに来たってなる。うん確かに確かに。であれをね今のレオルが歌うっていうエモさもあると思うわけよ。いやあるよもうだからさやっぱ考えるじゃないですか、うんうんうん、今までねそのレオちゃんの音楽体制というか、うん、今は一人だけど見てこれから長い未来、うんうん、また3人が集結して作ってくれたらいいなみたいな、まあ、作るんだろうなみたいな、うん私もどっちかって言ったらそっちタイプで、なんて言うんだろう。別に、何まあ、今回さ、ちょっと話戻るんだけど、うん、あの、セキララがね、積み木 P に、共作だったけど、うん、で、なんか、多分なんでギガちゃん、あ、またギガちゃんじゃないのか、とか多分思ってる人もいると思うんだけど、うん、なんかさ、まあ、ファンはさ、そりゃ、そう言うよね、みたいな。そう、うんうん、もうギガちゃんとかの相性を知ってるからさ、そりゃ望むよねって思うんだけど、うんうん。ユニットレオルはさ、うん、発展的解散という前向きな解散をしたわけですから、うんうん、今発展してる途中なんだからさもう触れてやるなよって思うんだよね、うん、個人的には今発展してんだからさまたギガちゃんじゃなかったとか、うん、もうなんかナンセンスなんだよって思うんだよねツッコミとして。え待ってえ、ね、本当に私もそうなんだよねえだってさ逆によずっとギガちゃんの方が不自然やない。そうそうそう私はそう解散って何だったんだってそうだよな私怒っちゃう。私も怒ると思うでだからそう解散っていう言葉はすごく悲しいけどね、うんうんうん、そうじゃないじゃんそうっていうかそうじゃないように見せるために私も初めて聞いたよ発展的解散って何だって思ったけど当時は当時はねそれってなんかファンのいろいろ思うためのエゴじゃないけど、うん、そういうニュアンスの言葉なのかなって思ったけど、うん、今はわかる、うんうん、だからえそれで別に全然今がさ自然じゃない。そうそうもう本当そう思うようんだからなんていうのわかんないその、またギガちゃんじゃないんだっていちいち、怒ってる人とかは、うん、その発展的解散の文脈を知らないのかもしれない、うんって思うのね、うん、もうその時のあれを知らないでこうギガちゃんとのこう相性の良さを個人的に理解していてあ なんで最近離れてっちゃうのって思ってる人もいるのかなって思うんだけどだから、うん、いやなんかさ私はレオちゃんがやりたいことをやってそれをうちらは受けるだけでいいんじゃないかなって思ってるんだね、うんうんうん、なんかそこにあまりにもファンがね受け取り手が執着しすぎて注文を出すっていうのは本人がやりたいことを狭めてるような気がしてうんなるほどねちょっとうーん私は合わないなって思 う, うんそう、ね、私それをどうかあの思っていい全然思っていいそう思っていいんだけどどうか本人には伝えないでほしいなって思うまあでもなんかそれもそんなことをまあ多分分かってるそういうのが来る、うんうんうん、そういう意見も来るよねってのも、ね、全部分かった上ではいはいって多分本人も思ってると思うからさ、うんうんうん、でもそういう風にさやっぱ言う人がいるのっていうのはやっぱ期待の裏返しじゃんきっと。うんそうねそうまあそうねって私は思いながらいつも見てるんだけど、うんうんはい、いいねこれ際どい話いいと思いますはいいろいろみんな思うことがアリンシャーとは思っちゃうけどそう、まあ、別にそれでさ離れていくのはその人の自由じゃん、うんうん、なあのそうしてくださいよみたいなあの、うん、いうのはちょっとお門違いではないですかってうん、うんはい、じゃあ違うじゃあお黙りって、まあ、ちゃんと上手に泳がせてるなっていうはい、はい、もうこれぐらいにしときましょうはいしましょう別楽しい話しましょう、はい、楽しい話しましょういやごめんね多分私がこの話引っ張っちゃったいや私もねあのユニットの話をね引き合いに出しちゃったからそうなんだけどでもこれはちょっと話したかったよねあまあまあ、ね、ちょっと最近ちょっとそういうのがねでもちらほらみんな多分ねもやもやはしてると思うもやもやはしてるうんうんそうねはいでまあ、ちょっとセットリスト戻りますと、まあ、ミュータントねありまして、うん、ちょっとなんか MV に寄せたというか演出というかね座ってる感じでしたけど、うん、あれも良かったねいやミュータントえぐない、うん、あの
あやねさんのダンスが、うんうん、私もう全然日頃ダンスとかわかんないんだけど、うん、なんか言おうって思ったなんか難しいじゃんダンスの世界って、まあ、なんかその喜怒哀楽とかさちょっと難しいなとか思ったりするけど、うんうんうん、もうスッと入ってきたねこれは。うーん、なるほど。めっちゃ悲しい感じがこうわかる、うん、初めてダンスの表現のあれがわかったかもしれないと思った、あそれはいいね。うん、あーもうあやぺさんかあの感激するようん、ここ採用ですよ。それほんとダンサー冥利に尽きるだろうよ。もうマジあやねさんのダンスがつくことによって悲しみとか苦しいとか、まあ、その、うん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 、その曲の世界なんだろう、その自分と相手のことを思った恋の歌だから、うんうんうん、その葛藤とかが、うん、いやマジでマジで分かりました、うん、ダンス本当そのすごい本当表現者ってすごいなって思った。すごい、いやだからリコリの感性だよそれは本当に。マジ感性だよ、あなたの感性があって初めてさ、やったやった、それがそのそういや本当そうだと思う。いやなんかもうめちゃくちゃ感受性豊かだなって今聞いてて思ったわ本当。いやなんかねっていうのもその後半に言おうかなって思ってたんだけど、うんうん、その福岡がもうねすごかったんよ、そのイレギュラーなことが起こって。はいはい、なんかちょっとタイムラインで見た気がするけど、そうそう、まずあの開演時間が30分ぐらいオーバーしたのね、うんうん、でまあ始まるじゃん、うん、だけども全体的にもえ効果え千秋楽みたいな感じでもう全部熱い、まあ、マジで本当に熱くて、はい、演者がよりそのなんか熱量でやってくれてて、ダンスの表現とかも別に大阪公演でもすごいなとか思いやったけど、うんうん、もう効果がもう特にそれが爆発しとってすごいもうビシビシくんのよ、うんうん、もうビシビシはもうすごいめっちゃもう熱い、もうこれをうまくね言えないのが苦しいですけど本当にすごかったの。もう福岡こそ円盤した方が良かったねみたいな。あそうか、ね、あの本当に皆さん本当にすごくてありがたい。またちょっと後で話します。あ、はいはいはい、次行きましょう。はい、で次がね、ハルシアンね、意外だよね。びっくりした、うん、懐かしいと思って。そう、私さハルシアン大好きだからさ、うんうん、え来たと思って。おお、本当だよ。あれですね、後半にあの舌打ちのあれがあるんですけど、生で聞けちゃってね。大好き、本当舌打ち大好き、舌打ち大好きあれ なんか生でライブで聞けるのはかなりレアだぞと思って、うん、いや良かったですね、うんうんうん、ここでやっと MC が入ります。うんうん、長い、すごいよね、うん、すごいよ、あの喉強っ今ここまでが13曲やりましたって言って、はみたいな、うん、うん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 、はいやみたいなのもあるしね、うんうんうん、そうびっくりしたけど、でまあ MC が開けまして、うん、ここで、まあ、MC が開けるというか、まあ、開ける前にちょっとまあ次の曲についてみたいな MC が入って、うん、でまあ、次の曲が幸先なんですがその、まあ、レオルからあなたへの曲ですっていうようなのをはっきりはっきり言ってから歌い始めたのがすごく印象的でしたね今回、うん、とかなんか今 そのコロナ情勢とかも相まってさ、ね、今ほんとしんどいことが多かったりもするし、うんうんうん、あとなんかねちょうどその大阪公演一緒に見た子が今年新社会人で、はいはい、だからそのMC がもうその子に刺さりまくっとって、おだからそれはもう私新卒じゃないから、あそういう観点もあるかと思って、うんうんうん、天才やなと思って私はそのコロナのことと、うんうん、あとそのし確か仕事の話もしよったやん、はい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 、その仕事がみんなもうその大変で辞めたくなっちゃう時もあるかもしれないっていう話と、それは私も一緒みたいな、うん、自分は音楽でこうやって届けてるけどでも仕事だからいろいろあるっていう話をしていて、うんうんうん、それでなんかそうだよなとか、それでも続けてくれる選択をしてくれてこうやって音楽届けてくれてっていうのを MC 聞きながら私は思ってたんだけど、うん、そっかみたいな、時期的にも、まあ、4月の終わり5月の初めだから、はい、新卒の子とかは、ま、マジそれはバッチバチに刺さるよねと思って、うん、そうだね、そうだけもう
バッチリですよと思って、うーんマジ天才やと思って、刺しに来るね。うんうん、からのさ、幸先からの白夜よ。いやもうやばいよね。もうほんとよ。そんでさ、白夜もさ、ペイさんのさダンスやん。そうまたよまたよ、ま、曲の雰囲気とかもあるけどさ、もうまたペイさんもよう踊る泣きそうじゃん。ちょ、多分ねこれね、幸先からのやっぱり流れを引き継いだ白夜だからこそ、うん、ま、幸先はさ、もうドストレートにこう怖いものなど何一つないっていう風に言って終わるんだけど、うんうん、そのでも白夜はさ、さらにそこを掘ってさ、もう、うん、生きろと、うん、もう重いよね、重い、 なんていうの、魂からのさ、あの叫びなわけよ、うん、すっごいねあの曲、うんまあ、もともとなんかこう神々しいイメージな曲だけど、うん、もっとなんか一段階神格化したというか、うん、なんかすごいなんていうの、神秘的な感じ、うんうんうん、がすごいイメージ強くなったなっていうニュアンスですね、うんうんうん、やっぱライブってすごいね、印象が結構変わるなっていう。そうね、白夜が終わって、まあ、うん、こっからあと2曲でアンコールに入るんですが、でミスコントロールで激白っていう感じですね、うんうん、ミスコントロールは私はね、もうあの音だけで楽しむってもう決めてるんだけど解釈不能だから、うんうんうん、そっから激白来たのが最高に上がりましたね、うん、激白いいよな、うん、ほんといいよね、ほんといいよねしか言ってないさっきからね、やばいよねやっぱうちらもさ、これでもちゃんと振り返ってるんですけど、そうなんですよ、これでも、まあ、体力持ってかれだいぶ消耗してんのよ、いや消耗してる、そう、まあね、消耗してるし、そう、もう語彙力も死んじゃったそうだからもう結論いいよねしか言えなくなってそう、じゃあどうせね、どうせ良さなんか語りきれないわ、言語化できないなっていう、もう諦めが出てきてて、そうだからもう良かったよねっていう単語に込めるもため息も込みだから、そうそうそうだからこれで私たちの精一杯なんで許してください。いやほんと、ちょっとあの大変あの恐縮なんですけどアンコールいきます、もうそうだねすいません。でアンコールがまた公演によってちょっとぐちゃぐちゃしてまして、福岡だけ何があったんですか。そうなんですよ、福岡だけ、はい、特別なね、セトリです。 1LDK の弾き語りがありました。はい、これはどういう文脈でこの 1LDK の弾き語りをやることになったのかな。そうね、最後のその金字塔が終わった後に MC になって、うんうん、なんか謝罪っていうか、うん、30分遅れてごめんねみたいな話になって、うんうん、でなんか代わりと言ってはなんだけど、うん、ちょっと歌おうかと思いますみたいな、で何がいいかなって思ったけど、うん、1LDK にしますみたいな感じだった気がする。でこの弾き語りもちょっと私種類が分かんないんだけど、うんうんうん、あの弾き語りでは使わないやつ、アコギじゃなかったってことだよね。そうそれで歌ってて、なんかねほぼほぼアカペラみたいな感じ。じゃあなんかそのめっちゃスローテンポとかいうわけじゃなくてってことだね。あ、いつものスタンダードの速さでやってて、レオちゃんだけ立っとって、他の演者の皆さんも座って聞いて、スポットライトが当たっとってレオちゃんだけに、はいはいはい、それでもアカペラぐらいな感じで歌いよったけん、ここでも思ったよね、歌唱力上がったなみたいな。ああ、いやいやいや、そうだよね、そうだよね。うん。もろに出るもんな、そんなもん。うんうんうん。いや、いいね。そう、もうそれはね、贅沢。ってかライブ自体がそもそも贅沢な時間なんだけど、はい、この先もないなって思えるぐらい、今回だけかもなって思った。いや、この感じは。めちゃめちゃレアだよ、それ。いいね。そう。ライブはなんかそのなんていうの、本当その時だけのなんか流れがあるじゃん、うん、文脈が、うんうんうん、その例えば 1LDK の弾き語りをさ全公演で瀬戸りに組まれてたらもう話が全然違うじゃん、その場でお詫びの気持ちみたいな、そのリアルの気持ちも入った弾き語りのプレゼントじゃん、うんうんうん、いや
なんかいいね、ライブって心の交流だなって思うわ。いやそうなんよ、うん、ありがとうございます。いやいいわ。もうさ、なんか地方からさ、うん、地方の民からしてしたらね、うん、ライブが決まって地方に来ることだけで、そうだね、もうファンさなんよ、マジで。うん、そうだね。すごい盲目的な発言にはなるけど、うん、もうそれだけでファンさなのに、うん、もう本当に胸がいっぱい、本当に福岡公演マジで胸がいっぱい。めちゃめちゃ面白いんだけど。で最後に今回の第6巻のミニアルバムの中に入っているボーイで、この劇場アラートの最後も締めくくられまして、はいはい、なんかちょっと結構私ボーイ好きなんですよ。うん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 。これは深読みね、深読みタイムね。うんうんうん、深読みタイムなんですけど、瀬戸利の組み方としてセキララを一番最後に持ってくることもできたと思うのよ。あ、うんうん、その別な人のね、あの動画の時に言ったんだけどさ、暗いのよちょっと、うんうん、ちょっと暗いのね、うんうんうん、暗いのをあの締めに持ってくる、あのレオルのその選曲渋いなっていうのがめっきり、うんうん、うんうん、いやでもそのなんかそこに暗さを持ってくるのがレオちゃんだよねっていうのはわかる、わかる。だって今までリリースされた曲を通してだけど、うん、結構暗いぜ。あのレオちゃん、結構人間だぜ。そうそうそう、人間なんだよね。ちゃんと人間だぜ。前も出したけど、あの平面鏡とかね、ああいう、うんうん、なんかそのそう、ちゃんとぐちゃぐちゃしてて好き、うんうん、そうめっちゃパワーワード、ちゃんとぐちゃぐちゃしてて好き。リリースされた時期とかもあるけど、まあ、なんか全部それ全部総括して全部思って聞いても、いや結構ぐちゃぐちゃやけどなと。あ、そうそうそう、だから好きなんよ、うん、だからね、だから劇場アラートをこう私たちなりに噛み砕いた言葉がちゃんとぐちゃぐちゃしてるっていう。いや本当そう、ちゃんとぐちゃぐちゃしてる。まあこれもね、うん、あの我々の劇場アラートですから。はい、はい、まとまりました。むちゃくちゃ無理やりまとめたけど。はい、今日ちょっと喋ってみてどうでしたか？ね、ちょっとちゃんとぐちゃぐちゃの後に何をかなって感じなんだけど。いやマジな。でもこれでも喋れた気がします。ああよかった。そう、やっぱ人と話すって大事。うん、まあ私もあれなんだよね。ツイッターってさ、ツイートで完結しちゃうじゃん、いつツイートで、ね、うんうん、以上以上以上みたいなのが乱立してるだけだから、その人とめちゃくちゃ深く喋ろうと思ったらなんかリプライ合戦になっちゃって大変なんだけど、うん、まあ、こんだけがっつり喋れるのはた私としても大変貴重な体験でした。もう本当にね、もうありがたいでございます。めちゃくちゃ今ね、あれだよ、まあ、今 HP ほんとね10ぐらいだからね。そう、今もう疲れてるもん。そう、瀕死だからね。まあ、来週はまた今回の裏話、収録裏話のまあラジオを配信するので、そちらもよろしくお願いします。はい、というわけでじゃあ今日はねこの辺で以上にしたいと思います。はい、それでは今日はリコリさんと、レオルワンマンライブについておしゃべりしました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。